はい、ジャケットインプレッションです。ご協力いただきます。じゃあ、はい、お願いします。はい、グローブライドスポーツ営業部マーケティングから関口です。何言うかと思ったの。よろしくお願いします。はい、グローブライドのムチです。今日はね、スーパーのスペシャルゲストを呼んでます。イエーイ、和田雅文プロです。よろしくお願いします。なんかあの連敗中だって言うんですけど、果たしてラケットを選んで勝てるのか。もう私選んだラケットでプレイして万が一負けるものならば、はいはい、すみません。本当にその時はすみません。そうだね、だけに頑張ってきます。全力でやります。はい、お願いします。もしあのプレイのことも、はい、そうですね、あの、はい、気になる点あったら、わかりました、ぜひちょっと、はい、アドバイスお願いします。お願いします。はい、じゃあ厳しくいきます。はい、先ほどは駒田さんにラケットを選んでいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。せっかく駒田さんに来ていただいたんで、はい、練習法ですかね。練習法ですね、はい、聞きたいなと思って、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。わ、はい、かりました。3人とか4人ぐらい集まって、スインガーでやるメニュー、楽しいです。はい、楽しいです。はい、先ほどはみんなで協力したんですけど、はい、今度は全員敵です。なんで喜んでるんですか。どっちも楽しいですよね。力を合わせたりね、競争したりね、気持ちで勝負ですね。イメージは、最近あのアルカラスって世界ナンバーワンになった選手、うん、分かりますよね。分かります。彼のフォアハンドってすごいんですけど、ハードヒットすごいんですけど、実はタッチがめちゃくちゃ柔らかいんです、うん、でドロップショットの精度だったりトップスピンロブの精度だったりっていうのが、ものすごい高い選手なんで、ちょっとあれをイメージして、回り込みの逆クロスの打ち込みと、はい、同じように回り込んで打ち込むと見せかけてドロップショットっていう、強いですよね。そうですね。これも、テニスの、基礎戦術ですね。戦術からすると、武器を使う、まあ、回り込んで自分のフォアハンドっていう武器を使うっていうのと、ポジション取り打った後に、次甘いボールが来るっていうのを想定してちょっと前の方で待ってる良いポジション取りっていうのと、もう一個は、相手を動かすいない方ですよね、後ろに押し下げて一番空いてる前前方のストレート側に落とすんです。クロス側に押し下げてるんで、で対角線上に最も長い距離を走らせるっていうこの3つが入り込んでるんで非常に難しいです。普通にやったら面白くないんで、逆クロスにいいアタックができた後にストレートのドロップショットがサービスラインまでで3バウンド無理だしたら成功です。アルカラスぐらい前のやるとサービスラインを越えないでボールが止まることがあるんです、うん、そうしたらダブルポイント2点5点取るまで競い合う。ひょっとしたら終われないいきなりやると多分うまくいかないんで、最初は、逆クロスのアタックの練習だけ、ドロップの練習だけっていうのをちょっと時間を皆さんにあげるので、はいはい、やってから本番に行きましょう、はいはい、OK、 なんかラケット回転良くなってる、ね、良くなってますね。これボール深すぎますか。こんなもんでいいですか。大丈夫ですか。これ攻撃なんですか、こっち。あの、そうです、回り込んでの攻撃なんで、そう、コートの内側でさえて打ちたいんですね。コートの内側で、おお、完璧。なんかラケットがいい。お願いします。コートの内側に入って、そうですね。ベースラインより内側でボールを打ってほしいんです。おお、いい感じですね。じゃあドロップいきましょう。はい。はい、お、妙にうまいよ。ツーバウンド。お、うまい。これで成功です。今の3バウンド成功です。結構むずい。あ、うまい。うまい。1、2、3、うまい。おー、バッチリ。あ、ダメだ。普通に2点でしたっけ。いや、止まらないと2点あげないです。あれで、あ、これ止まるんじゃないですか。あ、これ、あ、あ、すごいんじゃない。あ、出ちゃいました。うまい、ルッキーさん。うまい。え、うまいじゃん。お、止まるか止まるか。あ、
置いてください。あ、止まらない。ちょっとだけ変えました。あ、意外とやっぱりこれオブニコートだともっと止まるんで簡単なんですけど、これ逆回転かけないと止まんない。すごい、ダメだ。あ、ダメだ。でも3バウンドは今のでも OK です。うわ、うまっ。逆クロスのアタックとドロップショットがセットで成功で1点なんです。 OK ですか？逆クロス忘れてた。誰から行きますか？あ、知ってますね。最初の人が一番得なんで。最初の1点、最初の1点、最初の1点取ったらでかいぞ。行くぞ、頑張れ。ナイスショット。1、2、ダメです。残念です。やばい、これいくぞ。マジ？あ、全然ダメだ。出てます。OK。 やばい。1、2、成功。1点。1、2、成功。1点。あ、ダメ。あ、でしょ、手つけ。ダメダメ。さあ、2人1点です。自分の点数を覚えておいてください。はい、やべ。 OK。 うまい。あ、うん、これむずい。カバ切れか。ナイスショット。いったか。1、2、グッド。 OK です。よし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 。2点。2点。スクラムしてたら OK。 決まんないよ。やばい。1、2、グッドです。やべ、うまい。1、2、楽勝でグッドです。3点。3点。エース、勝ってくれて。2点。アウト、アウト。アウト。あ、短い。アウト。オッケー。うまい。あ、今入ったらダブルポイントいってますね。 OK。 ナイスショット。ワン、ちょっとオーバーです。 OK。 アウト。うまい。 OK です。3点。バッチリ。うまい。完璧。4点。4点。3点。ジャストです。これや。 OK。 やべえ。1、2、3、バッチリ。 OK。 やべえ。マッチポイント。あ、お、点じゃない？2、点じゃない？2、OK。 見たか見たか。負けた。めっちゃ嬉しい。1、2、3。イエーイ、カモン。カモン。まあこんな感じで、あの、競い合って楽しんでもらうと、さっきとちょっと違う集中力なんですけど、モチベーションが上がってね。いや、すっごい上がってるモチベーション。上がりすぎちゃってるんですけど。ちょっとどうにかなっちゃってますけど。あと、なんか今日のボール、若干いつもよりコンディション悪いのも出ちゃったのか、たまにばらつきがあったのも、それはそれで面白かった。あ、面白いですよね。はい、うん。そう、スリンガーのいいとこは同じものを出せるっていうところなんですけど、逆にあの弱点にもなるんですよね。同じだとこう対応力がなくなるんで、球の圧に対して。そうなんです。なんで球の圧力がちょっとばらついてると、ちょうどこうやってライブボールみたいになるんで、より実践っぽい。良かったです。はい、良かった。面白かった。面白かった。ちょっとこういうね、練習をやっぱこうやって教わって、はい、勝ちましょうね。はい、勝ちます。勝ちます。はい、はい。で、報告、いい報告を しましょう。はい、待ってます、はい、待ってます。水沿いからかったらすいません。負けだと思って忘れてます。はい、忘れてます。大丈夫です。なかったことをしてください。はい、はい、すいません、今日はあの、はい、いろいろ、はい、ラケット選びから練習まで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、連絡待ってます。はい、頑張ります。